西張間県民局長だった渡瀬康秀さんが書いた告発文章の全文です。何度聞いても、どこが誹謗中傷、事実無根なのかわからないよ。斎藤元彦兵庫県知事の違法行為等について、令和6年3月12日現在。1、いよ部誠先生ご請求に至る経緯。 令和6年3月6日に沖部誠先生が救世されました。その死に至る経緯が次の通りです。先生は現在、兵庫震災記念21世紀研究機構の理事長をされています。井戸都志蔵兵庫県前知事から懇願され、兵庫県立大学理事長をはじめ兵庫県行政に深く関わってこられました。 令和3年8月に知事が範囲度の斎藤元彦氏に交代してからは知事はじめ県幹部との関係に溝ができていたようです。とにかく斎藤氏は井戸嫌い、年長者嫌い、文化学術系嫌いで有名です。お亡くなりになられた日の前日ですが、斎藤知事の命を受けた片山康隆副知事が伊予木部先生を訪問。要件は気候の副理事長をされている三栗明先生。 川田義昭先生のお二人の解任についての通告です相談ではなく通告です来年1月は阪神・淡路大震災から30年の区切りの時を迎えます気候の役割使命を果たす事実上最後の大きな契機であると言っても過言ではないと思いますミコリア川田の良先生はまさにこの分野における第一人者であり井戸前知事が要請し 兵庫県政に関わって来られました、いおきべ理事長もお二人には全幅の信頼を寄せておられているにもかかわらず、このタイミングでの副理事長解任ははっきり言って、いおきべ先生と井戸前知事に対する嫌がらせ以外の何者でもありません。あまりに突然の県からの通告に、先生はその時点では聞きよく認め、片山氏にはお引き取り願ったそうです。 その日、帰宅されてからも斎藤知事のあまりの理不尽な仕打ちに憤慨され夜も眠れなかったそうです翌日気候に出勤されてからも周囲の職員に同様の胸の内を明かされたそうですそしてその日の午後に気候の理事長室で倒れられ急性大動脈解離で急性されました急性大動脈解離は激高などの情動的ストレスがトリガーになることもあるといいます 斎藤知事、その命を受けた片山副知事が何の配慮もなく行った伊よ部先生への仕打ちが日本学術界の司法である先生の命を縮めたことは明白です。2、知事選挙に際しての違法行為。令和3年7月18日執行の兵庫県知事選挙に際して、兵庫県職員である井本智明、 原田浩二、小橋孝一、三宅隆之は、選挙期間以前から斎藤元彦立候補予定者について、知人党に対する投票依頼などの事前運動を行った、三宅氏は自分の居住地である三木市役所幹部等に対して、自分は選挙前から斎藤のブレーンだった、お前ら言うこと聞けよと同喝している。公職選挙法違反、地方公務員法違反。また、 選挙公約の作成、選挙期間中の運動支援など、多岐にわたり選挙運動を手伝った。地方公務員法違反。その時の論考交渉で、この4人はそれまでの人事のルール無視で、トントン拍子、に承認。結果的に彼らが言ったことを裏付けすることとなっている。3. 選挙投票依頼案下。 令和5年下半期から斎藤元彦兵庫県知事は、次回知事選挙時の自分への投票依頼を始めている産業界については原田浩二産業労働部長が随行。具体的には、令和6年2月13日に田島地域の商工会、2月16日に立野商工会議所へ出向き、投票を依頼したことを確認している。 その他の市長の商工会議所、商工会へも働きかけを行っている様子。公職選挙法違反、地方公務員法違反。4. 贈答品の山。斎藤知事のおねだり体質は県庁内でも有名。知事の自宅には贈答品が山のように積まれている。例1。令和5年8月8日。 兵庫型奨学金返済支援制度利用企業の視察として訪れた火災市の株式会社戦国、アラジンのトースターで有名における出来事、周囲にマスコミがいるため、戦国の幹部から贈呈された高級コーヒーメーカーをその場ではそんな品物はいただけませんと辞退。一方、随行者の原田幸二産業労働部長に向かって、みんなが見ている場所で受け取れるはずないやろ、失礼な、ちゃんと秘書家に送るように言っておけと指示、後日、無事に コーヒーメーカーをゲットしている。片山副知事のご子息が戦国で勤務しているという話もある。例2。令和5年7月にトレックジャパン株式会社と兵庫県はスポーツ連携協定を結んだ、そしてヘルメット着用のキャンペーンを展開している、その PR 用の写真はトレックのロードバイク、約50万円にまたがる知事。 そのバイクは撮影の後、知事へ贈呈された模様を理想的に無償対与の形をとる、ほとぼりが冷めるまで県庁で保管するなどの小細工がなされているかもしれません。特定の営利企業との包括協定は、企業にとっては絶好の PR となり、その見返りとしてのロードバイクの贈呈となると完全な贈収賄である。これらはすべて井の県民生活部長のアレンジ。03 神崎郡市川町からは、特産品のゴルフのアイアンセット、約20万円、が贈呈されている。しかも、使いにくいからと再度、別モデルをおねだりしたという情報もある、特別交付税、市長振興課所管の算定などに見返りを行った可能性がある。現市長振興課細川慶太課長は知事と同じ総務省からの出向にもかかわらず、 知事から考えられないくらい礼遇されているが、そのあたりを忖度しなかったことへの面当てかもしれない。例4。知事は脅威の遺書を持ち、特にスポーツウェア、メーカーにすれば知事は動く広告等、これも対応だと言えるのかどうか、特定企業、例えばアシックス等の癒着には呆れるばかりである。 そもそも、視察先やカウンターパートの企業を選定する際には、何がもらえるかが判断材料だとか、企業リストには備考欄があって、役得が列記されているとか。そして、とにかくもらい物はすべて独り占め、特産品の農産物や食品関係もすべて。 あまりの強欲、周囲への気配りのなさに、秘書会員ですら呆れているという噂。もちろん、出張先での飲食は原則ごちの高利体質、お土産必須。そのため、出張先では地元の市長や利害関係人を売積させて支払いを付け回す、出張大好きな理由はこれ。現場主義が効いて呆れる。5. 政治資金パーティー関係。 令和5年7月30日の斎藤知事の政治資金パーティー実施に際して、県下の商工会議所、商工会に対して経営指導員の定数削減、県からの補助金カットをほのめかせて圧力をかけ、パー券を大量購入させた、実質的な実行者は片山副知事、実行者は産業労働部地域経済課福田春久課長。 また、兵庫県信用保証協会古川理事長、岡専務理事による保証業務を背景とした、企業へのパー券購入依頼も実行された。古川理事長は片山副知事から県職員 OB による斎藤知事講演活動の責任者を依頼され、交換条件として工具の信用保証協会理事長に異例の抜擢をされていた。 この県は純公的な機関である保障協会を舞台にした政治活動なのでさすがに危険を感じたのか、古川理事長は1年で退任し、港銀行の監査役へ行くようである。港銀行の服部会長と片山副知事は白良高校の先輩後輩。今後、県から港銀行へ何がしかの利益供与があるものと思われる。6. 優勝パレードの陰で。 令和5年11月23日実施のプロ野球阪神、オリックスの優勝パレードは検討をかけないという方針のもとで実施することとなり、必要経費についてクラウドファンディングや企業から寄付を募ったが、結果は必要額を大きく下回った。そこで、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。 幹事者は単用信用金庫、具体の司令塔は片山副知事、実行者は産業労働部地域経済課、その他、新規バスなどからも便宜供与の見返りとしての寄付集めをした。 パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中、しかし、上司の井の本はどこ吹く風のマイペースで知事の機嫌取りに勤しんでいる。抗金横領、公費の違法支出。7パワーハラスメント。知事のパワハラは職員の限界を超え、あちこちから悲鳴が聞こえてくる。 執務室、出張先に関係なく、自分の気に入らないことがあれば関係職員を怒鳴りつける。例えば、出張先の施設のエントランスが自動車進入禁止のため、20メートルほど手前で公用車を降りて歩かされただけで、出迎えた職員、関係者を怒鳴り散らし、その後は一言も口を聞かなかったという、自分が知らないことがテレビで取り上げられ評判になったら、聞いていないと担当者を呼びつけて必要に責め立てる。 知事でくの際に、気に入らないことがあると机を叩いて激怒するなど、媒挙にいとまがない。また、幹部に対するチャットによる夜中、休日など時間お構いなしの指示が矢のようにやってくる、日頃から気に入らない職員の場合、対応が遅れるとやる気がないのかと非難され、一方では、すぐにレスするとこんなことで僕の貴重な休み時間を邪魔するのかと文句を言う。 人事異動も生意気だとか気に入らないというだけで左遷された職員が大勢いる。これから、ますます病む職員が出てくると思われる、職員からの訴えがあれば、暴行罪、傷害罪。この内容については適宜、議会関係者、警察、マスコミ等へも提供しています。しかし、関係者の名誉を毀損することが目的ではありませんので取り扱いにはご配慮願います。 兵庫県が少しでも良くなるように各自のご判断で活用いただければありがたいです。よろしくお願いします。